原子炉製造メーカー日本製鋼所に対する抗議活動を行っております。原子炉製造メーカーの約8割のシェアを占めているこの会社です。日本製鋼所は製造を止めれば世界の原発情勢が変わると言われています。再稼働を推進する北海道エナジートーク21への抗議活動中です。
喋んないの？だって次どこ行くか分かんないの。名前はね、カナイちゃんって言うんだから。そう、カナイちゃん。おじちゃん、すぐ忘れるんだよな。移動？東京前じゃない？違う、それは夜。でもな、なんかね、カネね、こういう日を見るとね、秋のことを思い出す。うん。ママは？うん。思い出す？うん。なんで笑ってんの？なんで笑ってんの？いや笑ってんのじゃん、なんで？笑ってないで。なんでってば。なんで秋のことを思い出すの？だってね、なんかね、木がね、ちょっともみじが引っかかってるみたいですね。ママ、動物の森のあの村の木のことを思い出すよ。なんで？え、だって木にさ枯れてるけどちょびっとだけ葉っぱついてる。でも今あれ緑だよ、緑。あ、緑だった？うん、動物の森はね。同系連かな？同系連。カナヤも行ったことあるよ。そう。あの、カナヤの妖精向けたやつってこと？それは覚えてない。どこだろうね。なんで？
そうそう。ママと一緒に踊ったんだよ、ここで。4年ぶりに行ったんだよ。WJ 北海道チャンネル1をご覧の皆さん、こんにちは。今日の配信担当、藤部佳代です。12時20分から日本製鋼所前での講義がスタートしまして、場所を移動しまして今、北海道経済連合会前に到着しました。20分くらいこちらから講義行動を配信し、その後また移動していきますので、ご視聴よろしくお願いします。反対、オーバーも反対、オーバーも反対、日本
守れ、子供を守れ、子供を守れ、再稼働反対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 、今すぐやめろ、今すぐやめろ、泊まりは入ろ、泊まりは入ろ、大間もいらない、大間もいらない、命が大事、命が大事、命の問題、命の問題、再稼働反対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 。ご通行中の皆さん、私たちは、泊原発の再稼働を、どうぞ国に要請しております、北海道経済連合会、そして、隣の北海道商工会員と連合会に対し、再稼働申請の特に撤回を求め、こういうことを行っております。チラシをお配りしておりますので、ぜひご一読ください。再稼働反対、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 原発反対、原発反対、輸出も反対、輸出も反対、大間も反対、大間も反対、泊まりも反対、泊まりも反対、日本の原発核廃炉、日本の原発核廃炉、再稼働反対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 、原発いらない、原発いらない、泊まりは入ろ、泊まりは入ろ、大間もいらない、大間もいらない、未来を守れ、未来を守れ、ふるさと守れ、ふるさと守れ、命を守れ、命を守れ、命が大事、命が大事、再稼働反対、再稼働反対、再稼働、再稼働反対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 。ご通行中の皆さん、私たちは、泊原発の再稼働を京都国に要請しております北海道経済連合会、そして隣の経済センタービルに入居しております北海道商工会議所連合会に対し、泊原発の再稼働の要請の撤回を求め、こういうことを行っております。チラシを配っておりますので、ぜひご一読ください。再稼働反対、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 原発いらない、原発いらない、今すぐやめろ、今すぐやめろ、泊まりも入ろ、泊まりも入ろ、泊まりはいらない、泊まりはいらない、再稼働反対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 、原発反対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 、今すぐやめろ、今すぐやめろ、今すぐ入ろ、再稼働反対、再稼働反対、原発反対、原発反対、今すぐやめろ、今すぐやめろ、泊まりもやめろ、泊まりもやめろ、今すぐ入ろ、今すぐ入ろ、再稼働反対、再稼働反対。
道反対。最下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 道反対。子供を守れ。子供を守れ。大人の責任。大人の責任。命の問題。命の問題。最下道反対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 。止まりは入ろ。止まりは入ろ。今すぐ入ろ。今すぐ入ろ。最下道反対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 。原発反対。原発反対。今すぐやめろ。今すぐやめろ。止まりは入ろ。止まりは入ろ。今すぐ入ろ。今すぐ入ろ。最下道反対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 。原発反対。原発反対。今すぐやめろ。今すぐやめろ。止まりもやめろ。止まりもやめろ。今すぐ入ろ。最下道反対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 。止まりは反対。止まりは反対。今すぐ入ろ。今すぐ入ろ。今すぐやめろ。今すぐやめろ。原発反対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 。最下道反対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 。止まりは入ろ。止まりは入ろ。今すぐ入ろ。今すぐ入ろ。最下道反対。最下道反対。原発の最下道。最下道反対。国と党に打てております。最下道反対。最下道反対。今すぐやめろ。今すぐやめろ。どこにもやめろ。どこにもやめろ。今すぐやめろ。今すぐやめろ。止まりは入ろ。止まりは入ろ。最下道反対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 。原発反対。原発反対。今すぐやめろ。今すぐやめろ。止まりはやめろ。止まりはやめろ。最下道反対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 。原発反対。原発反対。今すぐやめろ。今すぐやめろ。最下道反対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 。
稼働反対。再稼働反対。再稼働反対。原発いらない。原発いらない。そばには入ろ。そばには入ろ。大間も入ろ。大間も入ろ。今すぐ入ろ。今すぐ入ろ。命を守れ。命を守れ。ふるさと守れ。ふるさと守れ。今すぐやめろ。今
すぐ止めろ。今すぐ止めろ。再稼働反対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 。原発反対。原発反対。今すぐ入ろ。今すぐ入ろ。今すぐやめろ。今すぐやめろ。再稼働反対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 。原発いらない。原発いらない。今すぐやめろ。今すぐやめろ。今すぐ入ろ。今すぐ入ろ。止まりも入ろ。止まりも入ろ。再稼働反対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 。道路使用の審査は出てるんですけど、はい、それがうるさい、まあ、うるさいっていうのが出るのもあるんですけど、はい、そもそもで言うと梅の川ですか。はい、いつもここに来てるんですけど、そうですね、月に2回ですね。外線演出で出してるんですか。外線、はい、はいはい、で今は外線じゃないんですか。外線じゃないんですか。違うと、ここでやってるだけだったら、中間になっちゃう。ああ。前これやった時に、こういう風に出してくださいって、誰だったかな。だから、外線っていうのは、誰かが演説して聞いてますよっていう。ああ。外線って言ってる。これ今の話、立花さんとかに僕ら何回もしてるんで、ね、理解していただいてると思ってるんですよ。もちろんその程度の話だとかあると思うんですけど、ダメなもんはダメなんですよ。だから何とか反対、何とか反対って言ってますね。何回もやっていいって。僕ら6月だなとか、5月ぐらいからやってましたけど、あそこの前でもやめてくださいって何回も言ってるんですよ。これは聞いてないですよ。そうなんですよ。立花さんだとか、藤原さんだとかが、あそこの場所でも先生じゃなくて、食べるなって言ってんじゃないんですよ。使うなって言ってんじゃないんですよ。ああいうふうに何とか反対って言っちゃうっていうのを、あまりにもね、最近っていうか、やっちゃダメなんですよ。だから、やるなって言ってんじゃないんですよ。皆さんのやってることはダメだって。こうやって声上げるんだ。誰だったかな、中央署の方の、どちらにも見えてる方。誰かわかんないです。まあ、僕らではないです。そうですね。その方で、こうやって声を上げるんだったら、プリコールやるんだったら、こうやって申請出してくださいって言われたもんです。それだったら OK だろうな。それはこの声をね、声を上げちゃいけないっていうのは、それなんかこいつかなんかで決まってるとか。うん、ダメなんですよ。いや、何のこっちになってます。それだと集会になっちゃうもんですから、ただ、道路上で集会、歩道上でっていうのは、ちょっと危ないもんですから、遠慮してもらってる。だから、集会とかは参加されたことありますね。集会のあれを出したんですか。そういうことでもないですね。集会のあれを出せば OK です。ただ、ね、集会をやっていいか悪いかの場所っていうのはまた別問題になります。そういうところは集会ではないですよ。そうですね、あんまり良くないもんですから。それで、僕らもあんまりうるさいことは言いたくないんですよ。うん、ただ、今の調べた限りで、ステークール上げちゃいけないっていう、あれは、法的にはなかった気がしたんですけどね。法案委員会さんでやってる、出してるでしょ。集会の、集会で、その中にスプリクールを上げたらダメだとか、そういうことですね、一切書いてなかった。書いてなかったです。で、どういった資料とかご覧になったかは分かんないんですけども、僕らとしては、今みたいな形で。例えば、どの書類の中にこういうふうにこう書いてありますよって今言えます。それは立花さんにも言われたんですよ。いや、立花さんと僕たちは別に違うから。ね、そういうことじゃなくて、さっき言われてるんですよ。ただ言われたことはあるんだけども。外交ちょっと移動してもらえますか。時間ないんで。いいですよ。僕らの方からこの書類でこうなってるからっていうのをお渡しできないんですよ。
ただ僕らはもう勝手なことって言ってるわけだ。東京名物は基本的にはダメだ、うん、それで私原子炉メーカーを診断する会の布川と申しまして、こちら様見てた、ああ、セラさん。セラさんじゃなかったよ。ここで私たちに聞いて出してるから。でも、あの時は、動物の許可を出しなさいよって言ったんですよ。外線やるんでしょ。外線やったから、ちゃんとそれで、私たちはこういうのを許可を出してくださいよって言ったんですよ。たまに帰ってもやってますよ、ね、何回かその中にそういうのを一応折り混ぜて、その分は大丈夫、その分はもう長い。じゃあ一切、一回前頃だったらなかったらいいか。いやいや、毎日使う使わなくて、街頭演説なんて、街頭演説でしてくださいよ。ずっと演説しっぱなし。スプレーしちゃったら、街頭演説にならないですか。でも、道庁前でも。街頭演説してるの。いや、でも演説してないで。リコールずっと上げてる。だから主催者の人には僕ら何回も言う。本当に。だからなんで正直な失礼な言い方をすればなんでご理解いただけないのかな。まあダメならダメだよ。いや僕らは法律的にそういうことは書かれてないと思ってるから。うんうん、何かそれやっちゃね。リコール上げちゃいけないとか。例えば東京なんかでもそれ自由にやってるけど、基本的には公開公安いや。違うから、例えば市にも確認した市の条例とかいろんなのでどうなってるかと、そしたら公安委員会に準ずるって言うけど何も書いてないんで、公安委員会さんの中でもスプレーコーラーなんていけないって書いてないんで、1回で例えばオドリーとか、うん、スプレーコーラーもいい、オドリーの市には、いや東海、東京関係ないかもしれないけど、東京だってこのスタイルでやってるわけだから、東関係前でやってるんですね。公安委員会に準ずるってなんで、じゃあ、お宅らだって公安委員会のあれで関係ないのかもしれないけどね。だから、清さんなら清さんなりのそのあれがあるっていうかね、ルールが。本当、ただ正直なことを言えばいいんですよ。本当、よく言われるんですよ。東京でやってるとか、大阪だとか。だから、それは別にしてもね、だからじゃあ、お宅らのそのね、決められてるなんかルールがあるの、あるんだったら見せて。ただ、それを。それも見せないでさ、そういうの言うのはおかしいんじゃないの。それとも逮捕でもする、うん、あのね、だからね、うん、僕らすぐ逮捕するだとかね、うん、いや、そういうことじゃなさいって言ってるんじゃないんですよ。だからさ、うん、ね、うん、我々は命の問題でそういうことをやってんだけど、あなたたちは職務でやってるのかもしれないけど、あなたたちは職の前に人間でしょ。違うの、家族もあればさ、兄弟もいればみんないて、こういうさ、日本がひどい状況になってさ、僕らはこうやって声を上げてるのさ。だから声を上げるなって言ってるんじゃなくて、うん、やり方があるでしょって。それで、もちろんダメなものはダメって言うだから、ダメだって書いてあったらなんか見せて、書いて言うんだから。だからそれを見せるものがないんですよ。見せられるものがないっていうことはないんでしょ。それはお宅らのルールなんでしょ。中央市さんのルールなんでしょ。中央市のルールではないんですよ。それとも同系のルールなんかい。公安委員会、だから公安委員会だから書いてあるから見せてって。なあ、どこに書いてあるの、公安委員会の中に。スプレーコール上げちゃいけないっていう。これね、これね、うん、そしたら今僕らが言ったことは覚えておいてください。それで、それは分かりました。今後ね、その書面で見せるか口頭でどういうふうに説明するかっていうのは、まあ、それは同調でも同じことなんだから、同じことなんだから、ね、同じことだから、ちょっと今俺たちが言ったことは覚えておいてください、うんうん、ただ俺たちは間違いなく言えることはね、適当なこと言ってるわけじゃないし、あなたたちの学校を邪魔するわけじゃないんだ。こういうとこでそういうことをしちゃいけない、コールコールを上げちゃいけないっていうことが書いてあるんですよ。そうじゃないんだと。ただ近所からね、こういうふうにうるさいとかなんとかっていうあれがあるから、もう一回基本を落としてやってほしいとか、そういうことだったら我々も理解するよ。もちろんね、それはどうなの。それは別、もちろん別で110番の通報が来たりね、うん、近所の人が特捜部警察署に電話かけてきて、うん、うるさいと、うん、どういう人が取ってるか取ってないか知らないけど、うん、やめてくれってことがあれば、うん、これは別で注意してるんで、別なところで電話してるからやめてくれって、うん、まあやめてくれとは言わないけど、静かにしてそういう話はさせてもらってる。だからそれどころだって別に今おっしゃったけど、なんかだからいいものないだろうかね、お互いに妥協できるってことで、その辺僕らも多分こういうふうに言ったら俺たちの家族邪魔してんのかって話に受け取られると思う。そういうことではないんだ、うん、だからやっぱり法律に決まってるんだったらさ、それはダメなものはダメだってことで、僕らも諦めない違うことを考えなきゃいけないんだけど、何か僕らは正直絶対そんな決まりはないはずだから、僕らも調べたんだから、ないんだけども、やっぱりあなたにもどっから言われるのかわからないけど、上から言われるのか上下から言われるのかね、うんうん、うちらはさ、うん、職員をすると全然悪くないんだよ、うん、
そして演説だから演説を入れてくださいよ、演説やってくださいよって言ったらでも、同調だって自分の思いを演説入れてるわけではない。だから注意してやめてくださいって、やめてください。これで同調の方で何も言ってなくて、こっち言ったらさすがにそれは僕ら悪いですよね。いやいや、そんなことはないですよ。そしたらそれ向こうの場合もね、あれやってるのでずーっと今のところ、まあ注意はしてるけどあれですよね。そしたら演説もしますよ。うん。ちょこっとも僕らも下手くそだけど演説はしてるね。演説ちょこっと最初やるときに演説出るし、でこうこうこうですって途中途中の皆さんまで途中途中そういう文句も入れてるとか。だからちょっとうるさいのかもしれないけど、例えば核兵器なしでね、やってもいい。いいぐらいよって言うんだったらさ、だから健康要請さっきやってるじゃないですか、うん、今あ、知ってる、ね、え外交人たちやってる、いや、僕らみんな同情言ってるから知ってますよ、ね、だからそういうことなんですよ、だから好きだったらやめる、なんかいい方法ないだろうかね、なんか妥協してもらえるとか、もうちょっと静かにやるとか、それだけ失礼だから、ね、戦争あの外交人たちならんって話したの、ああ、そういうことなの、だからやり方も、こないだこうやってやってるけど、石田さん、いや、それだったらこうやって申請出すわって言うから、僕らそう、できるのかなと思って、あの時、登録しようとか、たぶん、なんもしないでやってて、そうそうそうで今のこうやってわーってやっていいよっていうのとは、またちょっと違う話だったから、うん、これ意味では僕らの説明の悪いこともあったと思う。いやいや、そんなことはない。なんとかうまくできる方法だ。なっちゃうってことですよ、ちょっと待ってんだから、少しずつ、じゃああれだ、あのスイッチ入れたらいいかな、その辺で俺に見てくれるだろうか、僕らこうやってね、警察手帳見て多めに見ますって言って、もちろんならないんで、皆さんも反対に対する思いは同じだと思うんで、わかりました、言ってらっしゃることは、うん、なるべくとりあえず僕らがこう言ったっていうことは理解してください、で、はい、皆さんこれからどうするかっていうのは、まあ、もちろん皆さん仲間内で話し合ってもらうのと、で僕らもね、そのこうこうだっていう、まあ、見せるものがあるないだとかっていう話もまたちゃんと説明できるよ、皆さんに対して、それはないだろう、言うのもいけないただ僕らもあの何の根拠もないことで、こうやりなさいとは言えない、しないっていうことは言いなしてもらいたいし、僕らもなんかあってせっかくやってるけどね、ここで中心なんじゃ意味のないことだから、なるべく妥協できる中で、いや、あるけど、それですけど、あの僕ら喋ってる内容とかでそういうことやめろって、まあ、あのっていうのは基本的に言わないもんね、許可を取ってもらってるように守ってもらえば、まずより了解して、なるべくスピーチ入れてます。100トンは来てました。今はまだ行ったかもね。そういう理解してください。なるべく言います。皆さんのご意向はよくわかります。はい。僕は意向は分かってます。最初にどうするかっていうのは皆さんの判断があるんです。今度来ても注意だけ。はい。よろしくお願いします。すみません。余計な時間。よ。前に公開してもらったのか、はい、あれとかって載ってるんですか、ネットでいつでも見れますけど、はい、もし見るの書いてないから見れます、いやいや、見れます見れます、誰でも見れます、あ、この間渡した名刺の裏に、はい、チャンネルの URL 出てるんで、はいはい、あそこから行ってくれれば見れますって、金、カバン持って、カバン、自分のカバン、大丈夫、急いでないから、はい、IWJ 北海道チャンネル1をご覧の皆さん、こんにちは。日本製鋼所に続いて北海道経済連合会前での抗議が終了しました。で次はおそらく北海道電力前の抗議に、北海道電力前へ移動していると思います。警察はですね、2人と後ろに1人、メモ、ずっとメモ取ってる方が1人いたんで、全部で3人ですね、警察手帳も見せてました。前の方の2人は見せてました。それも、
画像悪いかもしれないですけど、アーカイブでちゃんと残してますので、後で話してる内容とかも、私もチェックしたいと思いますし、興味のある方はアーカイブの方でもご覧ください。要するに、まあ再稼働反対っていう声をやめてもらいたいっていうことなんだと思うんですけど、道路の使用許可は申請は出してます。2回目から出してます。1回目は、申請しないでやったんですけど、その時にも警察の方が来まして、申請しなさいということで2回目からは申請出してやってます。ただ集会、道庁前と同じ集会の申請をしているので、演説をしないとダメだっていう道庁前と同じルールを警察側は主張してきました。再稼働反対のスプレーコールは集会になってしまうので、いや街頭演説をしろと、集会は認められないと、再稼働反対のコールをやめてもらいたい、誰かが街頭で演説するという申請は受けているが、集会は認められないということでした。すみません、訂正します。そうですね、警察の方来られたの2度目ですけど、前とは違う方ですね。前に来られた方とは違う方が今日はいらしてます。特にうるさいとかで110番通報があったということではないそうです。ちゃんと音も、アテジョンもちゃんと映ってましたか。ありがとうございます。結構近寄って頑張って撮りました。ですね、真ん中の方に見えたちょっと髪が白い警察の方はですね、あの方は道庁前でいつも毎週いる方なんで、私も何度もご挨拶してますし、子供危ないぞって何回も注意されてます。よく知ってる方です。なので、まあそのルール、道庁前と同じルールだというふうに、言ってきました。まあ、次から、この今日のですね、抗議行動は、一連のこの抗議行動はですね、隔週で、隔週で行われてまして、金曜日に、先々週やった時は別に何もなかったんですけど、まあ、今週ちょっと人数が少し増えているからかわからない、声の大きさとかメガホンとかは前回と変わってないんですけど、今日はなぜか警察が来ました。そうなんです。やっぱり道庁前の抗議行動も1回目から警察の方が言ってましたが、マイクで喋るのはいいしけども、再稼働反対っていうシュプレヒコールをこうみんなで繰り返してマイクを使って煽るようなことはやめてくれっていうのは、道庁でも1回目からずっと言われてたことで、まあ最初みんな結構気を使ってこうスピーチばっかり、スピーチ多めの集会だった、道庁前もそういう集会だったんですけど、だんだんこう毎週顔を合わせるもんで、まあ少しくらいいいだろうっていう感じで、最近の道庁前はわりかし再稼働反対っていうコールをマイクで言ったりとかっていうする場面も確かにあったんです。まあ警察の方もさっきおっしゃってましたが、まず僕たちも多くそれで、まあ、言ってるのに、毎回言ってるのに困ってるんですっていう感じで喋ってました。でまあこっちはこっちで人数も少ないですし、また別の団体が抗議行動
今日の抗議行動をやってるので、早朝前の抗議行動の呼びかけ人とは別の方がやってますので、まあ警察官の顔は皆さん知ってるんですけど、そうですね、そのルールをまた同調前のルールを別にも当てはめられると、まあ要はスプレーコールをするなっていうことだと思います。ただまあ話し合いをして、次回からどういう形でやっていくのかっていうのは、あの呼びかけの団体の方たちの中で話し合われると思います。警察の方はとりあえずあの根拠は見せられない、あのシュプレヒコールがダメな根拠を見せられないって文章もないければ、でも私が言ったことだけは皆さん覚えておいてくださいっていう、ちょっと理解できないですね。文章でもあればいいですけど、まあ、それもないのにシプレヒコールが良くない、道路でシプレヒコールが良くないって言われても、まあそうですかっていうふうにはなかなかならないと思います。もうすぐ北海道電力本社前に着きますので、こちらから今度また配信します。ご視聴この後も引き続きよろしくお願いします。ちょっと怖かったからね、ご飯あげた。雪がご飯じゃないだろう。あれ、鳩かな。なんかちょっとキュンキュンしてくれる。食べてるんじゃない？まだやるの？まだまだやります。今日はどうしようもないじゃないの。あ、信号変わる。ふるさと守れ。
すぐ入ろう、今すぐ入ろう、最下道反対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 、原発反対、原発反対、泊まりは入ろう、泊まりは入ろう。